伊尚井は、近江彦根藩の、第八代藩主、第四代藩主、伊忠教の十三男。母は、田山氏。伊直通、次家、久氏、直則の弟。直貞の二位。性質は、八塚綱則の娘。側室は、梅原氏。子二、次家、直行、娘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 。陽明は金倉。官位は、左少将、鴨頭。 父、自家教は、直井の誕生こまもなく隠居したが、家徳を継いだ、直井の二人の兄、直通と自家久氏が次々と創生したため、自家教が再度藩主になった。聖徳四年二月十五日に、直井が十五歳まで成長したため直森は再び隠居し、直井が藩主となった。失踪倹約を推進し、武芸奨励と姿勢の視察を兼ねて、 大規模な高刈りを好んで行った。また文化にも造形が深く、絵画や詩文を残し、自社への寄進も積極的に行っている。彦根城の石垣の改修もなされた。八大将軍、徳川吉宗の生死徳川栄重の果敢の役を務めたが、病心を理由に一度は固辞しようとしている。兄たち同様、生来病弱であり、 教法20年5月9日に病気療養を理由に家督を弟の直貞に譲り江戸を去った。そして翌年6月4日37歳で死去した日付イコール旧暦。ありがとうございます。